はい、こんにちは、僕です。ペルソナ4、やっていきましょう。11月20日、雨なんですけれども、どうしようかな。ちょっと待って、ベルベットルーム何かないかな。なんかね、ちょい、あ、ないか。なんかたまに来るとね、ポエムが落ちてるんだよね。ポエム、今回は落ちてなかった。じゃあなおさらどうしようかな。釣りに行きますか？どうせ街中にはね、誰もいないと思うので、雨の皮肉丼はね、多分まだ攻略できる気がしないんだよな。雨の日誰もいないですね、やっぱり。ちょっとね、海釣りにチャレンジしていきましょう。今日はね、もう勉強する必要はなくなったので、初めての海釣り。で、雨の日だからね、何かレアなものが釣れるんじゃないかな。でも初めての海釣りだからね、何がレアかわかんないけど。七里海岸に来てみたか、どうしようか。釣りをする。今日は釣りをして過ごそうか。雨の日の海怖いな。はい。本格的。今日は雨が降っている。どんな魚が釣れるだろうか。あ、なんか今までと川と違うね、虫が。海釣りの餌にするとメグロマグロがよく釣れる。はぁ、八郎ダコや稀にメグロマグロ。八郎ダコ。タコとマグロ。ゲンジカブトにしてみようかな。普通だったらマグロが釣れるの。まあ、割とね、釣りは簡単ですよね、本当に。え？魚ではなく、バス停が釣れた。どこのバス停よ？これはこれで武器として使えるかもしれない。何それ？気を取り直して釣りを続けよう。そんなものが釣れるの？やばい、ゲンジカブトってあんまり持ってないんだね。ゲンジカブト？いや、これちょっとね、これちょっと難しくない？なんかいつもと違う気がする。はい。オッケー、それでも釣れるよ。なんかね、たまに難しい時がある。はぁ、でっか。え？海主様が釣れた。海にも主がいるの。海って主いるんですか？あれなんだ？釣りマスターの実績解除。今の根気ならあと2回ぐらいは続けられそうだ。まだ続ける。まあ、最初の1回は脳幹なんですね。海主様だって、ちょっともう1回やってみよう。ゲンジカブト。いや、タコも釣りたいんだけどな、タコ。これはマグロかな？メグロマグロが釣れた。メグロマグロ。もう1回釣ろう。主様が釣れるってどうしたら主が釣れるのかがよくわかんないんだよな。まさか海にもね、主がいるなんて思わなかったけど。あ、マグロ。これ以上根気が足りない。根気を上げれば、釣りの回数が増えるのか。気象情報です。今日は終日、あいにくの雨となりました。この影響で、稲橋方面では、今夜半から明日にかけ、濃い霧が予想されています。今夜は霧が出るようだ。もう一人暮らしも終わりかな、そろそろ。今日どうせ誰もいないんじゃないかな。あれか、真夜中テレビを見る日だ、今日は。部屋に戻って真夜中テレビを見よう。映らないよね。大丈夫だよね。真夜中テレビには誰も映らない。七子を救出し、犯人も捕まえることができた。もうこうしてテレビを見ることもないだろう。これで事件解決なんですかね。生ため太郎。外は霧が立ち込めている。誰もいないよね。誰もいない。これで解決なんですかね、本当に。11月21日。え？霧の中、昨日の霧が今朝も残っている。霧が残ってる。あ、来た来た。何？ゆきこ新聞読んでる。これ見てみ。生ためのこと載ってるの。進展したね。一面の見出しに生ためが意識を取り戻したとある。今日未明、市内の病院に収容されていた生ため容疑者の意識が回復。警察の事情聴取に対し、すまないことをした。怖かったなどと供述している。警察は今後、容疑者の供述をもとに、
事件の全貌解明を進める方針。ついに終わったんだな。ついに終わった？うん、本当。本当に終わりかな？本当にようやくだよね。この霧は何なの？今朝やけに霧が濃くない？うん、霧が濃い。なんか今日寒。うん、まあ11月でこんなに冷え込むなんて珍しいよね。うん、寒いの？そんなに寒いんですか？ん、足立？あれ君たち。なんで足立？ちょうどよかった。うん、ついさっき病院から連絡があったね。七子、今日から七子ちゃんの面会 OK って。やっとか。少し良くなったんだ、よかった。長かったよな。あれ、その新聞。あ、そっか、そっちはもう知ってるんだ。生ための様子は？事件はこれで解決？どうかな、生ための様子は。一応意識は回復したけど、何とも言えないんだよね。何とも言えない。まだちょっと錯乱してるみたいなんだけど、少しずつ話を聞いてるところだよ。これはまだ内緒なんだけど、うん、君たちにならいいかな。なんか信頼されてますね。見つかった日記には、うん、山野アナや小西さんについての記述もあってね。どうも生ためのやつ、小西さんに言い寄ってたっぽい。小西先輩に言い寄ってた。あの野郎。あ、それじゃあ僕はこれから病院行くから。堂島さんもなんとか動けるようになったし、事件のことでいろいろ話さなきゃ。まあ、堂島さんも元気になったのであれば。花村。マリ、大丈夫だ。生ための野郎はもう捕まえたんだ。これ以上は手も出せないだろう。それより放課後みんなで七子ちゃんのお見舞い行こうぜ。行こう行こう。もち、学校行ったらみんなにも報告しなきゃね。やっと七子ね、復帰、復帰できるのか。そういえば来週は2学期の期末テストじゃな。試験範囲の勉強は進んでおるかの？いくら勉強に追われて時間がなくても、身だしなみぐらいは整えてくるのじゃぞ。毎年テスト期間になると不精ひげで登校する男子生徒が何人かいるんじゃ。ひげといえば世界史上でユニークな税制度があっての、その名もひげ税じゃ。18世紀のロシアでは軍事費を賄うために他にも帽子税、風呂税、洗濯税、煙突税など様々なものに税金をかけておったのじゃ。ほほほ、しっかりノートにしたためておかれよ。何に税金がかけられるかわからぬように、何がテストに出るかわからぬからの。授業を真面目に聞いた。知識が高まった。あ、まあもう知識からは解放されたからな。あとは寛容さと根気だね。七子、見ろ、みんなお前の見舞いに来てくれたぞ。七子久しぶり。七子ほんと久しぶりだよな。弱々しい。まだ話すのは辛そうだ。それでも七子は嬉しそうな顔をしている。堂島さん。ん？ちょっと待って、その声は大丈夫？もう今日だけで何度目ですか。その声は悪魔じゃないのか。娘さん心配なのはわかりますけど、あなただってまだ絶対安静なんですよ。ん、すまん。あの、そんなにひどいんですか？まあ傷口が塞がったばかりだからな、骨もかなりいってるそうだ。そんなに？まあ結構な大事故だったからな。すいません、すぐ僕が押して病室戻りますから。なんでお前が頭下げてんだ。もうすぐ検診ですから、それまでには戻ってくださいよ。悪魔のコミュニティではない。ここにいるよ。無理しちゃダメだ。欲しいものは？ここにいるよ。うん、よかった。七子は安心した顔で目を閉じている。眠ってしまったようだ。生ためはどこにいるんですかね？同じ病院にいるのかな？
医師から七子の病状について説明を受けた。病状？今のところ状態は安定しています、うん、ただ、ただ医者が言うべき言葉じゃないんですが、相変わらず原因がつかめません。原因がつかめない。そのため対症療法的なことしか施せないというのが現状です、うん、原因がつかめない。そんなに重いの？単純にテレビの中に入って疲れたという感じではないんですね。危険な状態からは抜けたんですか？意識は回復してくれましたが、まだ安心はできませんね。まだ安心はできない。しばらくは様子を見てみないことには何とも。足立、生ための件はどうなってる？どうなってる？意識が戻ったって言ってもまだろくに話せる状態じゃないですからね。一日にできる聴取の時間も限られてますし、依然回復待ちってとこです。そうか、俺も一日も早く仕事に戻らないとな。その頃には七子も退院できてるといいが。ああ、でも七子ちゃんはここの方が静かに休めると思いますよ。外は霧がすごいし、なんだか変な噂も広まってるし。なんかここもね、少しもやってない？もやってる気がする。この町の霧、どうも発生の原因が不明らしいですからね。霧が強くなってるっていう話でしたよね。確かに霧のせいで体調が悪いと駆け込んで来られる方増えてますね。そんなこと普通はありえないんですが。霧のせいで？霧は有害なのか？絶対に影響がないとは言い切れないとしか。少なくとも人々が不安になっているという点で精神面への影響はあるでしょうね。霧自体の成分といった話は専門から外れるので憶測ですが、それよりもこの霧のせいで医療関係の車の便に影響が出ていることの方が問題で。物理的にね。霧のせいで体調不良だ？バカバカしい。それこそ霞を食うような話だ。なんとか七子は意識を取り戻してくれた。しかし回復にはまだ少しかかるようだ。ようやく始まった生ための事情聴取。晴れない霧と人々の謎の体調不良騒ぎ。とにかく今は事態を見守るしかなさそうだ。なんか何もね、パッとしないですね。まあ、七子がね、目覚めてよかった。ほんと変な天気よね。これ霧？こんなに続くなんてね。これ霧？こんなの今までなかったわよね。何なのかしら、気味悪いわよね。何でも知り合いの子がね、霧で気分悪くなって倒れたらしいのよ。え、何なんですかね、この霧。若干ね、薄気味がかってるんですよね。テレビの中も結構ね、黄色がかった霧だったんだけど、同じ霧なんでしょうか。ほら、子供って敏感じゃない。私が聞いたのはね、うん、おじいさんが霧の中を運転してたら事故を起こしちゃったんですって。あ、それは怒るよな。それっておかしくなっちゃって？無事故無違反だったらしいからおかしいわよね。怖いわ。なんですかね。体に有害っていう専門家もいるんですって。本当かしらね。やっぱりほら、地球温暖化の影響なのかしらね。この町も昔と随分変わっちゃったじゃない。政治で何とかしてもらわないとね。そうよね、税金払ってるんだから国が何とかしてくれないと困るわよね。すごい世間話にフォーカスするじゃん。これは毒ガスだ、ウイルスの霧だ。ガスマスクをした男。この霧を吸うな、死ぬぞ。死ぬぞ。何何何？最近ああいうのたまに見かけるわよね。何それ？いくらなんでも毒ガスなんて。ガスマスクしてたね。まさかね。え、この霧どこから出てきてるんですかね。あら、奥さんどうしたの？いやだ、なんだかちょっと気分が。本当に有害な霧なんですかね。まさか、嫌だわ。そうだ、買い物行かないと。それじゃ。嘘でしょ、行っちゃうの？いや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 、気分悪いって言ってるのに。
足早にみんないなくなったわ。あ、おばあちゃん、リセチーのおばあちゃん、どうしたんだ。肩に暇だね。暇なんだ、お客さん来ないんだ。店先でそんな話されたらな。放課後から夜、11月21日か。まだね、家には誰もいないんだよね。まあ、今日は雨降ってないね。外に行こうか。じゃあ誰かいるかな。まあなんかね、確かにもやってる。なんかもやってるよ。しかもなんか今までと BGM が違う気がする。なんかすごい不穏な空気になってる。あ、この人に主様あげられる？海洋石だって。あ、海主様。海洋石なんだ。あげちゃおう。海洋石。他にはね、目黒石、3匹持ってる。全部渡しちゃおう。使うかわかんないけどな、これな。んで、誰かいるかな、夜の街には。いや、すごい霧がね、出てますね。カンジがいるな。なんか今までとね、バックグラウンドで流れる曲が違うんですよね。曲というか、あー待って、この人忘れてた。君は。もう寝踏みされる。なぜか質問攻めだ。だが溢れる知識で難なく答えた。なるほどなるほど。君は実に面白い人のようだ。君、ナオト様。ああ、いや。白金ナオトという探偵のことを知ってますね。うん、知ってる。君が知っているということを私は知っていますよ。これを渡してください。渡せばわかるはずです。何？黒服の男から白紙のカードを預かった。頼みましたよ。何かな？男は足早に立ち去っていった。何やら事件の匂いがする。ナオトに手渡した方が良さそうだ。何かな？麻婆豆腐は食べる必要ないな。じゃあこれでね、ナオトくん何か進むかな。ナオトコミュニティ解放したいんだよな。あ、リセがいるな、リセ。リセと過ごしていきますか、今日は。病院ないんだよね。確かね、水木金ね。であれば今日はね、リセチーと過ごしていきましょう。この前、うっかり制服の袖引っ掛けちゃって、やっちゃったって思ってたら、幹事がすぐに裁縫セットで直しちゃった。しかもね、ほつれる前より綺麗なの。器用なのは知ってたけど、きっとすごい。っていうか私、何気に女子力幹事に負けてない？自信を持て、相手が悪すぎる。そんなことあるかもしれないけど、いいもん、そのうち先輩をあと言わせちゃうんだから。ニセは張り切っている。でも幹事って、なんか私に冷たくない？ありがとうって言ったのに、うっせえだって。あ、もしかしてあいつ照れてる？照れてるな。感じ手が器用。たわいない話でリセと盛り上がった。仲が深まった気がする。あ、そろそろ、もっと深まる。あ、やっぱもうこんな時間。ごめん、そろそろ戻らなくちゃ。あ、そうだ、先輩ちょっと手出して。先輩にあげる。七色コンペイト。七色？ドッキリプレゼント。驚いた。じゃあおやすみなさい、先輩。おやすみ、先輩。リセと別れ、家に帰った。リセのコミュニティも上げていきたいよな。祝日が、すごいな、霧が本当に。話し声が聞こえる。何この霧。なんかさ、天気おかしくない？天気っていうか霧。なんか一向に晴れる気配なしじゃん。あー、でも大丈夫なんだろ？なんかテレビで偉い人が言ってたらしいぜ。あー、でも毒だっていう話も聞いたな。すげえ猛毒らしいぜ。しかも原因不明。あー、なんか話してたら具合悪くなってきた。大事取って帰ろっかな。お前のは単に来週から期末試験だからだるいってだけだろ。霧ね。今このね、霧、そういえばさ、こっちの世界で霧が出ている時はテレビの中は霧がないっていう話じゃないですか。今テレビの中ってどうなってるんですかね。寒さ本番だね。腰痛持ちには辛い季節。手合いだた。ほらこれだよ。そうそう、腰痛といえば、見るだけで腰の痛くなる神様がいてね。アトラスって神様なんだけど知ってる？よく肩に地球を担いだ姿で描かれるんだけど、これがすっごく重たそうなんだ。その姿を見るだけで、あいたたた。でね、
そのアトラスは地理の授業でも使うあるものの呼び方でもあるんだよ。あるもの知ってるかな、知らないかな。じゃあ知らなそうな僕くん、アトラス、アトラスと呼ばれるものは何か知ってるかな。コンパス、地球儀、地図帳、地球儀かな、もしくはコンパス。地理の授業でも使うあるものね。地理の授業で使うあるもの、地球儀は使わないよね。地図帳かな。君本当によく知ってるね。そう、地図帳のことをアトラスって呼ぶんだ。かの有名なメルカトルの地図帳の表紙にアトラスの絵が描かれたことが由来なんだよ。このアトラスのスペルは ATLAS だから注意してね。何にっていたたたたたた、アトラスの話してたら腰が。あ、選んだ答えは正解だったようだ。あ、知識が高まった。なんかね、心なしか教室の中ももやってない。こんなだったっけ。生ための事情聴取が始まったはずだ。七子の容態もすぐには良くならないらしい。今は容態を静観するしかなさそうだ。ふーん。あれなんかついてるクエストマーク。うちの母ちゃんが言うんだよ。もっと勉強しなさいってな。小学生でも政治家に褒められる子もいるのよ。それ聞いたな。折りって話があるんだ。ちょい聞いていけよ。うん、聞いていく。屋上の彼女さ、俺のことどう思ってんのかな。で、自分で変えるしかないよな。作戦ももう考えてんだぜ。屋上のあの子、獣医になりたいんだって。で、動物図鑑が欲しいらしいんだよ。これいきなりプレゼントしたらかなりグッと来ない。ポイントアップだろ。ただ問題なのが、そんなのもう取り扱ってないらしいんだよ。なあ、どっか心当たりない？テレビの中ならあるかも。は、ああ、ジカネット田中とか、違うのか？でも心当たりあるんなら持ってきてくんねえか。礼は、そうだな。俺の大事なあいつをやるから、頼む。大事なあいつって何？なんか昔の学者とか魔術師が使ったような図鑑らしいぜ。魔術師って言われてもな、雲の上とかか。雲の上、ああ、七子のダンジョンに行けばいいのか。なるほど。もうすぐテストか。全然な気分じゃねえな。な、今日はどうすんだ。七子ちゃんの様子見に行くなら付き合うぜ。え、今日は七子のお見舞いに行こうか。あ、なに、七子のお見舞いに行けるの。そっか、じゃあまたな。七子のお見舞いに行く、テレビじゃなくて。何なんでしょうか。まあいいや、ちょっとね、一旦じゃあ今回はここで終わりにして、続きはね、また次回やっていきたいと思います。もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。